ベルビュー外観ホテルベルビューは、ドレスデンにある、ウェスティンホテルズリゾーツチェーン。新市街の中心部にあり、2000年からザ・ウェスティン・ベルビュー・ドレスデンとなっている。ドレスデン旧市街と向かい合った、新市街のエルビカ半に立つこのホテルからの眺めは、カナレットの景観として有名である。風景画家、 ベルナルド・ベロット通称カナレットマイナスにちなんで名付けられたこの景観はブリュールテラス聖母教会芸術アカデミーとカトリック宮廷教会全パー歌劇場を見渡せるドレスデンのパノラマであるホテルのバロック様式の中央建物は建築家ゲオールゲ・ベア及びマテウスダニエル・ペッペルマンによって設計されたベルビューというホテル名は 第二次世界大戦で破壊されるまでエルベ川の対岸にあったドレスデンの最高級のホテルの伝統ある名称を受け継いだものである。1724年に着工したこのバロック様式の建物部分はグローセマイスナー通り沿いに隙間なく建てられた都市ブルジョアの住宅の家並みの一部となった。設計はゲオールゲベアが言った。 1723年から24年にかけて施行された全部の建屋の責任者はヨーハンゲオルクゲープハルトであった。この建物は1733年まで住宅、ビール醸造所、爆画製造所として利用された。ザクセンの宮廷はこの建物を初期局に改造する目的で購入した。改築の設計は1734年に、 ドレスデンのツビンガー宮殿を設計した建築家マテウス、ダニエル・ペッペルマンが行い、アンドレアス・アダムが施行した。1733年から初期局として利用されたことで、この建物の最終的な建築形態が決まった。初期局としての利用が、その後の利用形態を特徴付けた。このグローセ・マイスナー通り15番地のバロック建築は1736年以降、 特に観光庁として利用された。このような事情により、この建物は、レギー・ルング、または、コレーギー・エンハウスと呼ばれるようになった。この建物は、もともと別々の建物であった都シブルジョアの邸宅と、小さな宮殿を結合させたものである。そのため、この建物は、二つの中庭を持つ構造になっている。アウグスト教皇は、日本宮殿の建設を命ずるとともに、 都市計画をエルベ側の新市街側で集中的に進めた。ドレスデン新市街の価値を高め、旧市街に対抗させようとしたのである。15番地の建物を初期局の建物に選定したことも新市街側を館長街として特徴づける計画の一環であった。1904年まで15番地の建物には法務省が入っていた。 この国有の建物は、その後、とりわけ州政府、州管理局、管区官庁、会計検査員として使われた。第二次世界大戦中の1945年2月13日から15日まで続いた英米空軍による爆撃でドレスデンの市街が破壊された時、この15番地の建物は無傷のままで残った数、周囲の廃墟はその後撤去された。 1950年には、この15番地の建物も取り壊されることになったが、市民の抗議によって計画されていた爆破は中止された。このバロック建築は取り壊しを免れた後、1980年代の初めまで様々な用途に利用された。とりわけ家族企業、ヘッカースゾーンの本店となった。同社は15番地の金物店のほかに、 市内の数カ所で支店を営んでいた。この建物は利用されてはいたが、手入れが行き届かなかったため崩壊していった。そのため1980年代の初めに取り壊され、新しいホテルの複合建物が建てられることになった。文化財保護団体、建築家、奮劇した市民による市民運動によって文字通り最後の瞬間に取り壊しが阻止された。このバロック建築は、 中央建物として新たに設計されるホテルの建築に組み込まれることが決定された。日本の鹿島建設担当井上岳志氏はこのバロック建築を考慮に入れない新築建物の設計を委託された。バロック建築の保存が決定された後、新築工事の計画が変更され、この古い建物が組み込まれることになった。 この計画は1982年から1985年までの後期で日本、東京の鹿島建設によって実現された。旅行業界の国際水準をドイツ民主共和国でも満たすことが明確な目標であった。もう一つの目的はハードカレンシーを獲得することであった。したがってこのホテルは西側通貨でしか宿泊できない外貨ホテルとなった。 この建築物はさらに市の中心部を活性化する役割も果たすことになった。都市計画の一環として、また市の歴史の観点から、この建物はドレスデン新市街の価値を高めるものとならなければならなかった。鹿島建設の新設計は、ウェルネスエリアとコングレスエリアを作り出すことにより、国際的なホテルの水準に適合したものとなった。 ホテルの周囲には現代建築とネオバロックの要素を取り入れた庭園が作られた。また、日本の伝統に従って桜の木も植えられた。ここにはホテルを利用しない一般市民も立ち入ることができた。この公園はドイツ民主共和国の造園、風景デザインの最高傑作とみなされた。ホテルベルビューは1985年2月13日の ドレスデンゼンパーカ劇場の再開と同時に落成し、このエリアの最も重要な建築物となった。このインターホテルのターゲットグループは特に西側諸国からの宿泊客であった。ドイツ民主共和国国民は通常、このホテルに宿泊することはできなかったが、政界、スポーツ界、文化界の大物は例外だった。インターホテルは国家保安省の観光部に所属していたため、 このホテルにも国家保安省の基準に従って追加的な技術装備を設置された。ホテルの1階にはインターショップがあった。1992年にはドレスデンの唯一のカジノがホテルベルビュー内に開設された。カジノがオープンするまではジュピターバーがこのホテルの魅力となっていた。このバーはカジノの開設と同時に閉鎖された。 ホテル内の46席のブリブリレストランも一般の人々は利用できなかった。このドレスデンの唯一のポリネシア料理のレストランはホテル客の間で人気が高かった。ドイツ民主共和国時代の最後の数年間は一般の人々も利用できるようになったが6ヶ月も前から予約しなければならなかった。1997年4月に ブリブリは最後の予約を受け付けた。グローセ・マイスナー通り、ノイシュテッター・マルクトに面した川の景観1989年のドイツ民主共和国政権崩壊後も、ホテル・ベルビューは引き続き、インターホテルチェーンに属していた。1989年末には、このホテルは様々な政治家の出会いの場となった。当時のヘルムート・コール西ドイツ首相とルドルフ・ザイタース、 官房長官が、ハンスモドロードイツ民主共和国首相と会談したのも、ここホテルベルビューであった。1989年にはまたヘルムートコール、聖毒首相とハンスモドロードイツ民主共和国首相が、このホテルで何度か、ドイツ再統一に向けての交渉を行った。1992年から1996年までは、このホテルは、マリティムホテル会社に属していたが、 1996年に、再び、インターホテルチェーンがこのホテルの経営を引き受けた。2000年から2006年まではこのホテルは、スターウッドホテルズリゾーツのフランチャイズ、加盟ホテルであった。2000年にホテルベルビューは、ウェスティンホテルとなり、ザ・ウェスティン・ベルビュードレスデンと改称された。2006年にブラックストーングループが、インターホテルチェーンを買収した。 1990年代以後もベルビューでは引き続き大規模な政治イベントが開催された。2007年5月6日から8日までドイツのフランツミ・ウンターフェリング労賞を議長とする G8 諸国の労賞会議がこのホテルの大会議ホールで開催された。洪水で浸水したパレーテラス2002年にエルベ川が氾濫した際には下半にあるこのホテルは大きな被害をこむった。 水位は9.42メートルまで上昇した。特に庭園に面した会議室とテラス及びグルメレストラン、カナレットの被害が大きかった。6ヶ月にわたる修復作業の間、このホテルは閉鎖された。修復、改装工事は2004年末までかかったが、2003年春には営業を再開した。ビジネスエリアには中古を取り入れた会議スペースに19室の 会議室が設けられた。この客室数340室のホテルには、現在、高級スイートが14室、ジュニアスイートが7室、デラックススイートが6室、プレジデントスイートが1室ある。高級スイートは、ホテル建築家タッシュローボスト氏が設計した。この、ベルリンの建築家はそのインテリアデザインに対して2004年に、ベストゲストルームデザインアワードを受賞した。 ロビー・ウィリアムズが2006年にドレスデンでコンサートを開いたとき、彼はこのホテルのプレジデントスイートに4泊した。レストラン、カナレットからはエルベ川のカナレットの景観を見渡すことができる。バロックツバサのアトリウムにはレストラン、カナレットのファインダイニングキッチンがある。さらにこのホテルにはエルベ下半のワイン酒場、ビノテークとビアガーデン、エルプゼーグラーが付属している。 将来の洪水を防ぐために最高9.70メートルの洪水位に対応でき24時間以内に構築できる洪水防護壁が設けられた。ヘルムート・コール元首相は旧東ドイツ時代に何度かベルビューに宿泊した。当時を知る人によれば、コール元首相はいつも皮付きのジャガイモを注文したが、その度に料理人が買いに行かなければならなかったという。 皮を剥いたジャガイモしか置いてなかったからである。ありがとうございます。